はい、東京カラダ研究所パーソナルトレーナー伊藤大輔です。西野学です。よろしくお願いします。西野ひとみです。はい、はい、今日は、ストレッチをやっていくんですけど、普段座りっぱなしの方多いと思います。あとは、まあ、立ちっぱなしとかそういう人で腰痛にもなりやすいので、そういう人に向けたストレッチを行っていきたいと思います。はい、もう早速やっちゃいますか。やっちゃいましょうか、はい、おすすめ、はい、おすすめのストレッチを今から3つ行っていきます。でこの3つ行うことによって、まあ、腰痛の軽減、あとは予防になるのでやっていきましょう。はい、じゃあこれ、この今から紹介してもらうストレッチってどういう時にやればいい？どういう時、普段できる時にやってほしいです。これは痛いなって思った時に やるのも OK？ 痛いなと思った時にやってみて、その時に痛み増さなければ、ぜひやってほしいです。わかりました。多少痛いぐらいであれば全然やっていただいて大丈夫だと思う。 OK です。じゃあお願いします。はい、まず最初に股関節の付け根部分、ここを伸ばすストレッチをやっていきたいと思います。これは普段やっぱ座ってる人、ずっと股関節曲がってる状態になっているので、これをちゃんと伸ばしていく、あとは立ってる人もここ伸びてる状態なんですけど、それによって引っ張られて腰が前にどんどん持っていかれて、これ腰痛の原因になりやすいので。その座ってる人はなんで腰痛の原因、逆に今度後傾しちゃいすぎちゃうってこと？この曲がった状態で固まってきちゃうので、そうすると腰にどういう影響が、その立った時に要は固まってるので、これまた同じく引っ張られていく。え、そっちに引っ張られるの？前に引っ張られて。あ、硬くなる。ああ、そうか、そういうことか。はいはいはい、わかりました。はい。それを、まあ、軽減するために、まずは、片方足を一歩前に出した状態。はい。はい、このような形になりまして、目安としてはまずスタートの時点で後ろ足の膝の真上に股関節が、後ろ足の膝どこ、膝の真上に股関節が、前足は膝が90度よりもちょっと大きい状態に開きます。はい、伸ばしたい筋肉はここにある、まず付け根の部分、これをゆっくりと息を吐きながら前に、はい、そうすると今ここの部分伸びてきている、何秒ぐらいすればいいですか？ゆっくり息を吐きながら前に持ってきて、前に来た状態で3から4回ぐらい呼吸を続けていく、そうすると大体10秒から15秒ぐらい、ゆっくりすればもう少し長くなってくる、はい、で反対の足もやると。ゆっくり戻して。で今度は反対の足も同じようにやります。はい。で左右やったら、今度その流れでそのまま、この腿の後ろを一緒に伸ばしていきたいんですけど、腰痛になる人っていうのはこの腿の後ろ硬くなってしまう人、これもやっぱ多いので。それを伸ばすために、そのままさっきと同じような状態を作ったところから前に手をつきます、そして今度は息を吐きながらゆっくり後ろへ尻を引いていく、後ろの尻を引くのね、そうするとちょうどこの膝の部分だん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 伸びてくるんです。はい、伸びてます？西尾さん痛い。でもし余裕があれば、ここ足元立てた方が、より伸びますね。はい、伸びます。これはどんなぐらいの長さやればいいですか？これもさっきと同じような感じで、息吐きながら後ろに下がって、下がった状態で3、4回呼吸をゆっくりとしていく、でかかとと、あとお尻の付け根の部分、この辺座骨あるんですけど、そこをお互いに引き離すように持っていくと、よりしっかり伸びる。はい、もう一つ、これ一番やってほしい、お尻のストレッチ、足を立った状態、これもさっきと同じような状態を作りまして、
前足を横に倒します、うん、体が足に対してなるべく開きすぎないように、うん、でこっちの足で余裕ある方は後ろに引いていきたいです、うんはい、まあでももうすでにやばい感じですね、はい、硬い人もこれだけで十分伸びるんですけど、はい、わかります。余裕のある人はここで一度息を吸って、これも吐きながら体を前に持って、うん、これって今ミッシーこう骨盤こう傾いてんじゃん、うん、これもうちょっとグッてやるとは、うん、そうですよね、なるべく背中、そうですよね、はい、骨盤まっすぐなるべく意識ですよね、はい、前に倒れる時も、はい、胸から近づくように方がよりしっかり、うんね、これはどれぐらいやればいいですか。これもさっきと同じような感じで、うん、吐きながらやって前に 3,4 回呼吸をする。どうしてお尻のストレッチをした方がいいんでしょうか。なんか意外と腰と関係なさそうみたいな感じはするけど。そうなんですね、筋膜って言って、うん、このお尻のところに、うん、腰からお尻にかけてずっと筋肉の膜までつながっているんですけど、うん、腰が痛くなる方は、うん、このお尻の部分がすごい硬くなっている人が多いんですよ。そうなんだ、あれここ直接ほぐしたりするんですけど、うん、まあ、ほぐすのなんか道具があったりとかしないとならないし、うん、手でほぐると大変なのでストレッチをするのがおすすめです。このお尻のストレッチすごい腰にいいじゃない、うん、で意外とやっぱ硬い人って自分で絶対できないんだよね、なかなか正しいポジションでね。でこうやって人に見てもらってやっぱり直してもらうだけでも全然違うと思う。そうだよ、全然違いますよ、うん、これはねなかなか一人でやるの難しいかも、まあ、やらないよりねもちろんやった方がいいと思うけど、なんでまあね、ちょっと腰痛ひどい人たちがいたらね、もしねちょっとこのストレッチを自分でできないとかね、他にもね左右差あったりとかしてそれが腰痛の原因になってるかもしれないしね、何かこう気になるところがあったらちょっと一応ね見てもらってより改善される方がいいと思うので、こう一人でやみくもにバンバンやらずに、うん、まあ、そうですね、うん、その腰痛の状態にもよってやんない方がよかったり、うん、することもあるので、うん、よっぽど気になる人はね、まあ、一般の人はこれはすごいストレッチだと思うけど、そうですね、気になる人はぜひねトレーニング一度受けに来てもらえたらなっていう感じですよね、うん、でもし腰痛がひどくてどうにもならないちょっと助けてくれみたいなのがあれば、皆さんぜひこのリンク先から社員リンク先からね、ご連絡お問い合わせください。お願いします。お願いします。それじゃあまた皆さん動画でお会いできるのを楽しみにしています。 See you! See you! Bye bye!